んだこれは。やっぱりこうなっちゃうよね。成田さんショックだろうな。私はまだここにでもいる専業主婦です。ただ一つ、夫の実家がゴミ屋敷であることを望んで。虫いっぱい捕まえたのよさ。あら、ハル、おばあちゃん家の庭で田んぼでも捕まえたのかしら。違うよ、お部屋の中でカサカサしてる黒光りするやつ。ハル、ジョージは捕まえちゃダメだって何度言ったらわかるの。あ、虫さんが。ハル、また小児喘息が悪化してる。だってカリンおばあちゃんがお家に来いって。ハルは喘息持ちだから、おばあちゃん家にはあんまり行ってほしくないの。でも気持ちはわかるけど我慢して。夫アルドの実家には姑のカリンさんと義姉のエリカさんが暮らしていますが、二人は大の掃除嫌い。そのせいで義実家は近所でも有名なゴミ屋敷と化しているのです。ちょっとエリカ、なんか黒いのがカサカサ壁を張ってるんだけど。ほっとけばいいんじゃないの。別に死ぬわけじゃないし。それもそうね。カップ麺美味しかった。めんどくさいからここに容器は置いとこう。毎度あり。洗濯物ずいぶん溜まっちゃったけど、タンスにある服を着ればノープロブレムよね。タンスにまだ服ある。見かねた夫と一緒に義実家を片付けたこともあるのですが。ちょっと、ここに置いておいたペットボトルどこにやったのよ。いや、それ白い物体が液体の中に浮いてたぞ。着ようと思ってた服も見当たらないわ。勝手に移動させないでよ。感じで文句ばかり言われてしまうのです。おばあちゃん家に行くと咳も止まらないし、肌が痒くなってくるよのさ。さらには娘の春にまで悪影響が。それからというもの、義実家にはなるべく近づかないようにしていました。そんなある日、夫のもとにエリカさんからこんな電話がかかってきたのです。お兄ちゃん久しぶり。ああ久しぶりだな、エリカ。どうしたんだ。担当直入に言うけど、家貸してくれないかな。はあ、あのね、付き合ってた成田さんがようやくプロポーズしてくれたのよ。それで家族に成田さんを会わせたいんだけど、うちだとちょっと散らかってるでしょ。いや、この前春が大量の黒いあいつを実家から持ち帰ってきたぞ。まあどこの家にも黒い彗星の 2,3 匹はいるわよね。でもうちはちょっとその黒いピカピカも多いからさ、お兄ちゃんの家で顔合わせをしたいなって。断る。家を掃除すればいいだけの話だろ。そこをなんとか。私とお母さんって掃除苦手だし。かなでさんにやってもらえばいいか。ふざけるな、かなでは家政婦じゃない。掃除が嫌だったら業者呼べばいいだろ。業者はお金かかるから嫌。お金ないし、お兄ちゃんが業者にお金払ってよ。なんで俺が払うんだよ。自分たちで何とかしろ。断った夫でしたが、実家が片付く気配はなく。お願いよ、あの子このチャンスを逃したら根拠逃しちゃうわ。多少のお礼だったらするから。仕方ないな。姑カリンさんの懇願もあって、エリカさんの婚約者を我が家に呼ぶことになったのです。成田さん早く。狭い家だけどくつろいで行ってね。ありがとう。お邪魔します。狭い家で悪かったな。成田さん、どうして実家じゃなくて義兄の家で顔合わせするのか疑問に思ってる顔してる。あの、失礼かもしれませんが、どうしてご実家じゃなくてお兄さんの家で顔合わせを。にっくり。いや、うちは今リフォーム中で人を呼べる状態じゃないのよ。そうそう、建物も古くなってきたから新しく建て替えてるところなの。え、そんな話は聞いてないけど。とりあえずお茶でもどう。かなでさん、お願いします。あ、はい。あ、お構いなく。かなでさんの入れたお茶ってとっても美味しいのよ。そうそう、アルトにはもったいない嫁だわ。孫の春も可愛いしね。あ、普段はそんなことを言ってもくれないのにな。なんとかその場をごまかしていた二人でしたが、そこに遊びに行っていたはずの春が帰ってきたのです。お母さんただいま。あ、
おばあちゃんとエリカおばさんもいるよなさ。ハル、今日はお客様が来るからお友達の家にいなさいって言ったでしょ。えへへ、ハルちゃん、おばさんじゃなくてお姉さんね。あれ、ハル、虫かごに何を入れて。うにーに、あー、大きいネズミ。すごいでしょ、おばあちゃんの家から出てきたネズミだよ。ネズミじゃないプニー、ここから出してプニー、プニスカプニスカ。え、ネズミ。お兄ちゃんの子供のハルちゃんってやんちゃで、田んぼでカエルとかネズミとかしょっちゅう捕まえてくるのよ。違うよ、おばあちゃん家からこのネズミさんは出てきたの。それを私が捕まえたのよさ。いいから出してプニー。ハルちゃん、ちょっとお口にチャックしましょうか。私嘘ついてないもん。ほら、ソプラノの森へお帰り。ありがとうプニー。おばあちゃんの家にはゴミ袋がたくさんあって、黒光りしてカサカサ動き回る虫とか大きいネズミもたくさんいるんだよ。それに臭いし、入ると喉も苦しくなるの。ちょっとシャットアップハル。なんで、全部本当のことじゃない。このクソガキが。いや、ハル、やめろ、やめろエリカ。子供に手をあげるなんて何を考えてるんだ。これはこの子がデタラメばっかり言うから。じゃあデタラメかどうか確かめに行こうか。え、ちょ、それだけは。お前の住んでる家ってここから10分もかからないよな。ちょっと見てくるよ。すみません、お邪魔しました。あ、待ってくれ。ちょっと待ってください。成田さんは義実家に向かうために我が家を出て行きます。私と夫は慌てて後を追いました。あ、到着しちゃったね。なんなんだこれは。驚く成田さんを見て、私たちと共に彼を追っていたエリカさんは言い訳をしますが、いや、ちょっと仕事が忙しくて。仕事が忙しいだけでこんなにゴミ袋がたまるわけないだろう。それに匂いもひどい。それはお母さんがめんどくさがって出してくれないから。はあ、私のせいにするの。あんただって食べたカップ麺の容器その辺に放置しとくじゃないのよ。お母さんだって洗濯物放置してカビとか余裕で発生させてるじゃないのよ。家が汚いの私のせいにするつもり。もういい、事情はよくわかった。君と結婚するのはやめにする。あ、なんでそうなるのよ。家がちょっと散らかってるだけでしょ。君のだらしなさには薄々感づいてた。エリカは弁当の容器もちゃんとゴミ箱に捨てないし、僕の家に泊まっても着ていた服をその辺に放置する。申し訳ないけど最低限の整理整頓もできない人とは結婚できないよ。それはさよなら。もう君には二度と会いたくない。そんな成田さん。成田さんが去っていった後、反省した二人は少しずつですが家を片付けています。うう、成田さん。何これ、古代遺跡の遺産。見せられないプニ。成田さんはというと、あの一件で春と仲良くなり、週末には家族ぐるみで遊びに行くようにもなりました。春ちゃんのおかげで変な人と結婚せずに済んだよ。ありがとう。よかったね、成田のおじちゃん。私が大きくなったら結婚してあげるのよさ。仲のいい二人を見て、姑と義姉が変わってくれることを私は心から願っていました。エリカさんにもいい相手が見つかるといいな。成田さん。成田です。最後まで見てくれてどうもありがとう。今日は楽しんでもらえたかな。子供の姿だったけど、はるちゃん大活躍の回だったね。成田のために頑張ったのよさ。どうもありがとう。はるちゃんよくやってくれたっていう視聴者の皆さん、よかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくね。コメント欄にも何か書いてくれると嬉しいのよさ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、ベルマークの通知もオンにして応援してね。それじゃこれからもよろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。